シャーザクファンの皆様お待たせしました。では次の、制作はねこれを作っていきたいと思います。噛みまくっていますけど、以前素組みをした、シャア専用ザク、ジオリジン版シャア専用ザクですね。はい、できました。さあこれからですね、何をするかと言いますと、継ぎ目のあるところで接着ができるものをすでに接着をして、表面処理をして、パーツの加工をしたいところは何点か実はありますので、そちらの方の加工を簡単に済ませて、そうですね、表面処理をした後洗浄をするというふうになります。はい、まあ紹介像っていうかね、モールドのだるいところをなんとかしようと思いますので、まあ、まずですね、例えばこの足のここの部分ですね、これをインジェクションキットで肩がこういう状態で抜かれますので、まずこちら側がだるくなります。非常にあのなんていうかな、彫りも浅いですから、これをなんとかね改造したいと思います。まあ、改修っていうか改良っていうかね、当然こういうランドセルのこのパーツも上からこう抜くわけですから、この部分が非常に省略された、形態になるわけですね。こういったところ、あと胸の形状ですね、この中のバルカンは、まあ、これでも仕方ないかなと思うんですが、ちょっとなんかね違和感がありますので、これも多分なんか改造します。あとシールドですね、シールドはちょっとね薄いので、なんかやってみたいと思います。シールド、頭部のパーツ、サンバイザーの部分ですね、これ、ちょっともう分解しちゃったんで分かりにくいんですけれども、窓が非常に大きいんですよ、見えてる窓がね、ここ広いんで少しここを、狭くしようと思います。まあザクの定番のね改造だと思いますのでね、はい、進めていきます。はい、クランプをかけるときはね、100均でも売ってるこのピンチですね、木製のピンチを使うとモデルに傷がつかなくていいと思います。で、今回ね武器関係はモナカ割りの部分がありますので、その部分は、ね、まあちょっと最後の方に塗るとしても7日間ぐらいねやっぱ乾燥させたいので、白蓋の瓶を使いました。タミヤの白蓋瓶の接着剤、乾きが遅くてですね、引きが乾く前に表面処理をしますと後々接着引きが出てくる可能性がありますので、こうやってクランプをかけてちょっとしばらくですね乾燥させるという工程が入ります。めんどくさいんですけれども、まあこっちの方が丈夫なんでね、パテも必要ない、接着の方法ですので、まあ、今回この方法を取ります。でその時にクランプをかけるんですけれども、そのクランプっていうのは、まあ、圧力をかけて、接着させますが、金属製の目玉クリップでやりますと、こうやってやると妙にね力が余分にかかる、まあ、強力なんでね変形する恐れもあるのと、それから、まあ、表面に傷がつくという可能性もありますので、木製のこういう軽いねピンチを使って、接着をしてやります。ザクのヘッドの部分ですが、ひさしのところですね、をプラバンで少し足してやりました。こうすることで開いている窓がね、ちょっと調整することができます。点をね、地味にね繋いでくり抜いていくという作業です。はい、だいぶ散らかってはいるんですが、まずですね、作
先ほどくり抜いていたところですね。でここに裏側からプラバンで裏打ちします。で、その後四角くね形を整えるためにタミヤの高密度型速攻化型パテですね。で形をきれいに整えて四角を出してやると、まあ前のね、何だったっけ、マラサイですね。マラサイの時にやったことと同じですの。このアーマーのスパイクですね、これを、社外品のものに変えます。まあメタルのパーツも今在庫ないな。まあ、こっちの何だったっけ MSG スパイク、ホビーゾーンで300円で売ってたんですけれども、こちらを使って、やろうと思います。で、まず表面処理、最低限の継ぎ目処理を先に済ませてあります。で、まずね一箇所カットして、で太さがどうかっていうのを、その後で決めます。一応ね これね点々のモールドがついてるんですよね。じゃあここより一つ一段上のところでカットしようと思います。はい、カットしました。正確に何ミリあるかって測らんでもいいです。直にこちらの方に合わせていけばよろしい。6ミリのスパイクに全交換しようと思います。